ゆあちゃん生誕するわけ。イエーイ。それしか出てこないだと。あれ、お土産もや。とりあえず、ゆあちゃんを呼びましょう、みんなで。せーの、ゆあちゃん。大丈夫。ああ、グラグラ感があって可愛い。なんかうちらで可愛いじゃん。もう一回。じゃあもう一回みんなで呼びましょう。大きな声で。せーの、ゆあちゃん。バースデーソング歌いましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユアちゃん。おめでとう。ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。皆さんからのメッセージです。
ってみてください。登りを引きました大丈夫ですか？では、次はプロデューサーの福本さんからです。お願いします。お約束のいつも一緒ですよ。いいよ。はい。誕生日おめでとう。はい。ゆうがはエルフィーの、ね、リーダーとして引っ張ってくれました。3年間です。で、もうすぐ来週には合体して引っ張ってようになります。これからが大変だと思うんで、ね、みんなも、エルフィーの3人も。これからが大変だと思うので、頑張ってください。はい。ありがとうございます。続いてはゲストの皆さんからです。お願いします。ゆうがお誕生日おめでとう。ありがとう。これからも活動頑張ってね。ありがとう。ありがとう。はい、ゆあちゃん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆあ、お誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとう。大切にするね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。私たちはこれから、はい、それでは最後に私たちから、はい、ありがとう。大丈夫か。ゆわちゃん誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。いつも可愛いけどね、もう今日は一段とキラキラしております。これからも頑張ってください。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ゆうや、誕生日おめでとう。素敵な一年にしてね。ありがとう。ゆうや、お誕生日おめでとう。ありがとう。ゆうや、お誕生日おめでとう。これからもよろしくね。ありがとう。続いてはファンの皆さんが作ってくれた生誕 DVD の上映です。
愛してるだなんて臭いけどね、だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらねまたばかりして笑ったよね。君の選んだ道はここでよかった「いろいろあって時には喧嘩もして」「分かり合うための時過ごしたね」「この広い僕ら空の下で」生体さんにお聞きの皆さん、私たちカードフーちゃんの周りからやってきたオオクワガタの妖精、みんなに明日元気をお届けする、せーの、クワガタキッズです。ゆうあちゃん14歳の誕生日おめでとう。おめでとう。クワガタキッズからこのプレゼントをしたいと思います。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデ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 ー、ハッピー
ナが落ち着いたらまた一緒にライブをやりましょう。大分に遊びに行きたいです。以上、クワガタキッズでした。バイバーイ。ゆうあちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう。いつも一緒に楽しくライブをしてくれてありがとう。これからも一緒に頑張っていきましょう。いい一年にしてください。改めてお誕生日おめでとう。おめでとう。ゆうあへ、まずは14歳のお誕生日おめでとう。初めての生誕祭からもう1年経つんだね。あっという間だね。ゆうあにとって13歳はどんな年だったかな。コロナ禍で毎日マスク生活、学校も思うように登校できず、行事ごとや楽しいイベントも中止になり、大変な1年間だったけど、それなりにライブ活動やプライベートでの遊びもなんとか充実できたかなって思うよ。2007年10月11日、可愛い天使がお母さんのところに生まれてきてくれました。小さい頃からおばあちゃん子で、人見知りもあったけど、いつもニコニコ笑っているゆうは、メジロンダンス大好きと母子手帳に書いてありました。そのニコニコ笑顔のまま、人の気持ちを思いやれる優しい子に育ってくれてありがとう。最近はお母さんよりもしっかりしてきて、ゆうはに注意されることが多くなってきたね。スパティオキッズとしてデビューして、スパティオエルフィーになり、そしてついに10月24日スパティオとしてデビューするなんて嬉しさ100倍だね。これからもっと大変なこともあるかもしれないけど、ユーアのニコニコパワーでたくさんの人を幸せにしてあげてほしいなって思うよ。辛い時、苦しい時、いつでもお母さんはゆうあの味方だから、いつでもあなたのそばで見守ってるよ。アイドル活動を通して出会ったすべての皆さんに感謝しなきゃだね。本日この会場にお越しいただいた皆様、そして会場に来れなくてもいつもゆうあを応援していただいている皆様、今日はこのような盛大な生誕祭をありがとうございます。すべての皆様に感謝いたします。そして14歳になったゆうあを、これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。最後にゆうちゃん、お母さんはあなたのことが世界一大切で、世界一大好きです。今日は本当にお誕生日おめでとう。素敵な一年になりますように。お母さんより。みんな、ゆうあへ。
手紙はプレゼントの中に入ってます。 ありがとうございます、はい、せーのゆうあやお誕生日おめでとう。ゆうあはいつもしっかりしていて、あいのにとってとっても大切なお姉ちゃんみたいな存在だよ。いつもゆうあはリーダーみたいにしっかりしていて、わちゃわちゃしてるときはとてもノリに乗ってわちゃわちゃしてくれて、ちゃんとしてるときはいつもちゃんとしてくれています。とてもなんかしっかりしていてすごいなと思いました。これからもスパティオに上がっても一緒に活動頑張っていこうね。ゆうあ大好きだよ。大好き、ありがとう。ゆうあへ誕生日おめでとう。いつも遠征の時の車の中めっちゃ楽しいよね。エルフィーとしての遠征は最高だったけど、スパティオでも頑張ろうね。いつもたくさん話してくれてありがとう。推しの話をしているゆうあがすごく可愛いと思うよ。これからも推しの話いっぱい聞かせてね。素敵な一年にしてください。これからもよろしくお願いします。ありがとう。あ、大好きだよ。ゆうあへお誕生日おめでとう。いつも優しくしてくれたり、変顔写真をいっぱい撮ってくれてありがとう。そんなゆうあが大好きだよ。これからもアスパティオになっても一緒に頑張ろうね。大好きだよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ゆうあも大好きです。ここでゆうあからお礼のメッセージです。お願いします。はい、緊張するね、なんか見られるといくよ。皆さんへ、今日は来てくれてありがとうございます。今日はこんな素敵な生誕祭ができてとっても嬉しいです。皆さんにお手紙を書いてきたので聞いていただけると嬉しいです。まずはメンバーのミナ、いつも場を明るく楽しくしてくれてありがとう。いつもはツンデレだけど、たまにデレデレしてくれるミヤも大好きです。はい、大好きだよ。次はアイナ。アイナはメンバーの中でもすごくしっかりしてて、メンバー思いでめっちゃ尊敬してるよ。これからもよろしくね。大好き。最後はサキ。サキはめっちゃ頑張り屋さんで、ダンスも覚えるのも早くて、歌も上手くてすごいなと思ってるよ。これからも歌もダンスもレベル上がっていくから、みんなで頑張ろうね。ありがとう。まだエルフィーだけど、エルフィーからスパティオになるまではリーダーだからよろしくね。残り4人で活動するのは少ないけど、あとちょっとの時間で思い出たくさん作ろうね。そして次はスパティオのウータ。うーたんはダンスがめっちゃ上手で、スタイルも良くてめっちゃ優しくて大好きです。またゆうあのうち来てね。次はイーたん。いつもレッスンでダンスとか細かいところまで教えてくれてありがとう。髪めっちゃサラサラで羨ましいです。大好きだよ。次はまなみ。いつも優しくしてくれてありがとう。スパティオになったら一緒に頑張っていきましょう。これからもよろしくお願いします。最後にアーリン。レッスンではいつも遊び一緒になるまで頑張っててすごいなと思ってるよ。ユアの黒衣装めっちゃ似合ってて可愛かったです。スパティオになったら同じメンバーとしてよろしくね。大好き。頑張ろうね。そして次はいつもお世話になっている清本先生。今日は来ていないけど手紙読みます。いつもレッスンで丁寧に教えてくれてありがとうございます。ダンスだけではなく、歌や MC などもいろいろアドバイスをくれてとっても嬉しいです。これからもいろいろ迷惑かけることもあると思うけど、よろしくお願いします。そして熊本さん、
いつも私たちを支えてくれてありがとうございます。福本さんがいるからこそ今のユアがいると思っています。スパティオになってもユアはユアらしく頑張るのでよろしくお願いします。次はお母さん。まずはユアを産んでくれてありがとう。13歳からの1年はいろいろあったね。お母さんに怒られたり、お母さんにたくさん怒られたり笑ったりしたね。ユアが落ち込んでたりするとお母さんは友達みたいな関係だと思って何でも話してと言われた時はめっちゃ嬉しかったよ。14歳の1年もいろいろあると思うけどよろしくね。大好きだよ。そして今日来てくれた皆さん、今日はユアの生誕祭に来てくれてありがとうございます。ユアは10月11日に14歳になりました。今まで皆さんたくさんに迷惑かけたと思います。朝のショールーム配信では寝ぼけ配信で何言ってるか分からない配信になったり、今日の生誕祭までのツイッターでのカウントダウンも増えたり減ったりしてカウントを間違えたり、みんなにたくさん迷惑をかけました。14歳のユアはいろいろ変わっていけるように頑張ります。今日はこんな素敵な生誕祭をありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ユアより。泣いてしまった。ありがとうユアちゃん。大丈夫？大丈夫。次ソロ曲なんだけど。やばい。どうしよう。ちょっと待とうか。ちょっと待って。一回深呼吸。やばい。かわいいですね。あのカウントダウンが増えたり減ったりか。ちょっと笑っちゃいました。かわいいですね。あのスパティは4人中3人がね号泣ということで、あの私ぐらいしかもあのちょっと今喋れない状態なんですけど。大丈夫ですか？あのお母さんの手紙の時にね、向こうの2人がもうすっごい号泣してて、隣でずっとちょ聞こえないって言っても、ゆあちゃんの手紙の時もすごかった。大丈夫かな。じゃあそろそろね、あのその曲を盛り上がれる曲なので皆さん立ってください。お願いします。やばい、声が出らんかもしれんけん、低いところで声が出らんかったら笑って温かい目で見過ごしてください。見過ごしてください。よろしくお願いします。すごい。緑や。負けたくない。
いた日もある学校とレッスンの両立に諦めた日もあるだけど、アコールがどこかで聞こえた。ありがとうございました。